はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファッフィーと申します。毎回なんですけど、バイオハザード5、マーセナリーズ続きというか、もうちょっと遊びたいんです。はい、今日はですね、ちょっといろいろやってたんですけど、やっぱり集会場でもう一回体術出して遊びたいと思ってですね、なんというか、ガトリングも面白かったんですけど、全然出してないなと思ってですね、ちょっとヘッドショットからなりで体術をコチコチ出しながら遊んでみたいなと思ってですね、ずっとガトリング打ちまくってたんでですね、あれはあれで面白いんですけど、ちょっと体術メインでもう一回遊びたいなと思って、ちょっと今日はそれでやっていきたいと思います。で、今後の予定なんですけど、でもガトリングもちょっとやっていきたいんで、次で監獄じゃない、どこまで行ったんだっけ、ミサイル施設と選手甲板まで終わったんですからね。で、そうですね。で、監獄やって、一回そこで仕切ろうかなとは思ってます。で、またおいおいそのオンラインもちょっと挑戦してみたいなとは思ってるんですけど、久しぶりなんで、オンラインの状況とかも見つつやってみたいなと思います。そうですね、とにかく今回はひとまず集会場で練習がてらにコツコツ体術が狙えるキャラクター使って遊びたいなと思ってます。じゃあ行ってみましょう。どうしようかな。体術って言ったらやっぱウェスカーのイメージなんですけど、新しいキャラクターも面白いですけどね。どうしようかな。できればこうヘッドショットからの流れでいける方がいいかなとは思うんですけど。ああ、ゼブラクリスって使ってなかったんですね。あんまり体術向きでは実はないんですけど、クリスは。実は体術はあんまり強いやつ確かなかったと思いますね。ただやってみましょうね。せっかく使ってないですし、何よりやっぱストーリーでずっと使ってきましたしね。じゃあゼブラクリス使いましょう。ハンドガンとマグナムじゃない、ショットガンか。でロケランが2丁ですね。囲まれた時もいけるでしょう。じゃあ行きます。お、違った、こっちだ。処刑間地にはロケランあるんで大丈夫かなとは思うんですけど、よいしょ、ほいほい。ショットガンと手榴弾か。いいか、持っとくか。よし、7コンボ。ほい、さあ拾わなくていい、拾わなくていい。切れちゃった。これもう死んでますね。じゃあしょうがないので、よいしょ。ハンドガンこれ結構強そうなんで、結構パンチだけでもいけそうな感じですね。よいしょ。あんまりやらないとやっぱりヘッドショットがすごいこううろうろしますよね。本当これ線が入ってるから分かりやすいですけど、自分がなんていうんですか、対戦系の FPS やるときのエイムの動きあんな感じですね。めちゃめちゃうろうろするんです。しかも構えたままで追いつけないんですよね。間に合う、ほい。で、死んじゃってる。
とこ多いんですけど。危ないな。よし、結構テンポよく出せてますね。ただ弾がないよ。なんじゃいな、落ちちゃった。そこコンボは出しやすいと思うんですけど、ただこれちょっと弾を拾わないと危ないね。よいしょ、どうかな。あ、腕打っちゃった。じゃあ足、死んじゃった。抜いて、やられた。これはどうしようかな。ちょっとだいぶ溜まっちゃってるんですけど、よいしょ、ちょっと変なとこうろうろしてますね。ちょっとなんかいつもと順番違うんですけど、こっちから行ってみましょうか。で、先、あら、もういっぱいだよ。捨てよ。こうして先行取って、ちょっと鉄砲撃ちたいんですけど、弾がなくなってきましたね。さて、どうしたものか。順番変えてこっちも取りましょう。うわー、どいてよん、あっちって、おりゃ、取って、で、おっせい、ちょっと一回出て。危ない危ない、今のよく叩かれなかったな。ではこの上行きましょうかね。これで終わりだっけ。これが最後のタイムボーナスかな。なんかその割には減ってる気がするんですけど、よいしょ、違うルート通ると分かんなくなりますね。これは今はいいか。ロケラン早いとこ打っちゃいたいですね。しょうがないな、弾がないので。タイムボーナス中はショットガンでいきましょう。どいて、2、あ、倒せなかったか。ハンドガン落ちてんだけどな。あれ、上にたくさんいたのに。4、6、そう、巡り合わせが悪い気がする。ちょっとこれ取ろう。よし、じゃあ一旦降りて、今度はハンドガンでいきましょうか。どうしようかな、間違えた。よいしょ、でも必勝でいければ悪くはないですよね、巻き込みも含めて。へへへへ、何食ってる。いけるか、間に合った。で、こうしましょう。よっこいしょ、ダメだ、取れないや。あー、間に合わないすいません失礼。ちょっとすいませんねちょっとミュートします。
あ、すいません、戻りました。ちょっとツバが飛び込みましたね。これやられたらすごい腹立ちますよね。スッと狙えないとやっぱ時間食いますね。うわ、やばいの来た。よし、向いて、おっせい。ではロケランを出してきましたね。よし、 OK で救急スプレーは拾っておきましょう。じゃあそろそろタイムボーナスじゃない、痛い、 コンボボーナスは取りに行きたいですね。よいしょ、よし、ここはショットガンに切り替えて、あっち、ちょっと多すぎ、ちょっと結構しつこいんだな。抜いて、まだ3コンボか。あ、いない、切れちゃいましたね。難しいな。おひ、結構弾いるんですね。3発か。おいしょ、いい感じ。あ、死んじゃった。痛い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 。あれら。さて6。よいしょ。オッケー。ん、危なかった。よいしょ、4万9000やっぱ伸びないな。こんちくしょ、ああ倒せないんだ。いける、巻き込め、危ないな。よいしょ、いけ、後ろから来てたのか。ほい、よし、いいよ、パンチ、ちょっと向いて、これは踏める。よし、ちょっと地味に粘ってますけど、取ったよね他のところ。あ、ていうかあのなんだっけ、コンボボーナスのことすっかり忘れてましたが、よいしょ、中に一つありますよね。来てますね。これでもう一つ開くはず。ちょっと来るなら早く来て。死んだかな。よし、パニックった人や。あー、抜いて、時間がない。
うまいな。死んじゃった。痛いよ。熱いよ。しまった、パニクりすぎ。いかんいかん、これはいかん。ちょっと待ってよ、もう遅いか。6秒。あーダメか、伸びなかったですね。一応 S は出るんですけど、あ、なんか出たな。これどういう理由なんだろう。うん、なかなか難しいですけど、一応でもだいぶ S 自体は安定して出るようになってきましたね。失礼。まああんまりこう気にせずどんどんやっていきましょうか。シェバー使ったんですね。クリス、こっちも、まあ、似たような構成ですけど、ハイドラ持ってるパターンですね。あー、これ使ってなかったんだ。マシンガンを上げても結構狙いにくいんですよね。マシンガン系が多いですね、使ってないのは。全部マシンガンでしたね。ああ、まあ、これだけか。んー、ちょっと、どうかな。シェバか。ちょっと悩ましいですけど。体術出しにくいんですよね。ホルクロアなんか、この間使った気がしたんですけど、あれ、あ、あの分かな、あの、アンリミテッドで使ったんですかね。まあ、でも、せっかくなんで使ってないやつ使いたいですね。これも、悪くはないですけど、なんかクリスクリスって続くのがなんか、シェバ使いましょうかね。シェバの体術は、ヘッドショットからキックも、まず、すいませんね、なんか、今日はすごいなんか喉に、あの、唾が入っちゃうっていうか、割とよく、その誤飲みたいな感じで飲んじゃうんですよね。季節の変わり目とかになると良くなりますね。そうだ、シェバってギッチョなんですよね。ちょっとじっとしてて。増えそうないな。ああ、しまった。死にましたね。このアサルト好きなんですけどね。よいしょ。これもこれでありですよね、足打って。まあ、こけたら、あの、一番強い技出ますから。ショットガンもちょっと微妙な感じはするんですけど、あとこのフォルクロアはやっぱ回復がいらないのいいですよね。一発でスピンキックでやっぱり倒せないんだ。ちょっと難しいですね、やっぱり。これだとちょっと時間かかるんですよね。確定で倒せると思うんですけど。これはいい感じで入るんですけどね。で、ダメならこれ。おお、びっくりした。ほいよ。で、巻き込みでいったやつはこれでとどめを刺す。なんか悪くない感じはしますけど、
よし、まあタイムボーナスをまず集めましょう。よいしょ。ちょっと人が集まってますね。ちょっとショットガンに変えてまたコンボ稼ぎましょうかね。よいしょ。いらないや。あ、ギリギリセーフ。そうだった、タイムボーナスを集めたかったんですね。これ一回上がって、回復は取らなくていいから戻って落ちる、反対向いて、でここで一回コンボやりましょうかね。2、3、倒せてないのか、あんまり威力はないのかな。お、まあ、狙い方も悪いと思うんですけど、1、7、うん、まあまあまあ、まずまずといったとこですかね。よいしょ。よし、これでちょっと持ち替えてサブマシンガンに変えましょう。あ、マグナム拾えるんだ。よし、ではでは、これはいいから、ここでもうあと2箇所か。よいしょ。先行は拾っとくと。で、あとは忘れてませんよね。結構時々自信がないんですけど、あの、なんていうんですか、プレステ3版のあの普通の最初に出たバイオハザード5ですね、あの時のマーセのイメージがまだちょっと残ってて、確かそれともちょっと位置が違う気がするんですよね。嘘だったらすいません。はい、いいですよ。まあ、なんだなんだ、来たかな。ここに確か前はあったんですよね。ないですよね。こうか。よっこいしょ。いい感じ。よいしょ。9。よしよし、ダウンした。オッケー。でスラストダガーで11と。エラー落ちてきたな。よし、いい感じ。ほれ、あれ倒せてない。あー、切れちゃった。痛いです、痛いです。これは先行。ちょっと打たないとダメですね、やっぱ。うわー、離してくれ。いて、上は取って、これも使っちゃいましょうか。だいぶはたまってきましたしね。なんか結局稼いでんのはショットガンな気がしみたいよ。何すんだ。いやー、まずいタイミングで。慌てない、慌てない。うひょ。ちょっと待てよ、やっぱ足だな。
うわやられた。舌で食べる。ここから伸ばせるかな。よっこいしょ。やつを捌くと。よし補充してこれは潰して。よし、あ、嘘、ちょい、いやーこれ倒せないですよね。結構間に合わなかった。いていて、またなんか出てきたぞ。どうなんだろう。ロックやめてください。お、来た。ちょっと脳いってもらって、あ、まずいよ。死がいる。これはこっちか。よし、2発で沈みましたね。ちょっと装填しておいて、あと1分。よっこいしょ。あー間に合わないのか。ちょっとやばいやつらが出てきましたね。よし、いやー抜いて、結構ポイントはいってるんだけど。うわーやばいよこれ。まずい場所でグーのそばじゃねえか。18、ちょっと先行使って、まあまあ、まあまあまあっていうとこですかね。ちょっと落ち着かないですね。やっぱガトリング使ってるとやっぱりうまく狙えなくなりますね。いやガトリングのせいにしちゃいけない。29分か。最後にウェスカー使いましょうかね。もう一人ぐらい。あと誰使ってないんだ。ウォリアークリスとカジュアルシェバ、みんなそうですね。アサルトサブマシンガン系ですね。カジュアルシェバ、ウォリアークリス使いましょうかね。やっぱハンドガンでやりたいな。これ確かハイドラの拡散はそこまでいかなかったと思うんですよね。最大まで強化してないやつだったと思います。まあウェスカーほどは強くないかなっていう感じなんですけど失礼。よし、じゃあ参りましょう。よいしょ。
ライフルも持ってんのか。ライフルいるかな。あんまりここで使う感じのものじゃないですけど。よいしょ、パンチ OK で、取って、ここまではなもうなんかすごいですね、ゴロゴロ飛んでけー。あれ、この人だったのか。ほい、あ、切れちゃった。まあよしとしましょう。ハンドガン欲しい。ライフルはいらないかな。間に合って、あー間に合わない。もうちょっとテンポよく出せるといいんですけどね。あー、こうなるとダメだな。ほい、やっぱりちょっとふらつきますね。スッといかないというか。しとって、危ない危ない。はいよ、怒らせ。今の一発目でやっときたいですよね3発で。よっこらしょ。よし、いけるいける。9、ほい、11。あれ、いける。よし、ステイ。よし、いいよ。なんか拾った、ハンドガン欲しい。よし、14。お、一気に倒した。16。間に合うか。17でストンプで18。よし、これはいける。19、回収しつつ。よし、だいぶハンドガンが当たり出しましたね。ピュッピュッ。次が出てこないよ。ちょっと切らさないようにどうしようか。よし、いいよ、いい感じ。うち棒持ちはほんとよくないな。25。こいつそういえば回復持ってないんじゃないっけ。やられた。26。27。当たってないか。28。よし、30。コンボつながった。よし、よしよし。32。粘ってますね。よしよ33。ハンドガン取って、うわ、届いて。ちょっと切れそうなので、よいしょ。37。間に合う。9。おお、すごい。
行ってますよ。うわー、しまった。40行きたい。40オッケー。こういう時にハイドラは便利ですね。よーし、41、42。いいよ、なんか乗ってきた。よし、44。はい、45。あら、50コンボいくか。よし、46。ああ、外した。まずいよ。これ回復は拾っとかないと。47。あれ、どこ行った？ちょっとこれはダメ。48。どこだ？いらないもん取った気がする。あ、危ない危ない。どいっ、なんかまずいのが出た。ダメだダメだダメダメ、もう諦めよう。タイムボーナス取りきます。で、赤ハーブ取って、あ、でも結構いってますね。よし、ここは一旦出ましょう。で、OK、結構弾入るんですね。で、回復取って、これで良いでしょう。で、ショットガンに持ち替えて、どいて。よし。ライフル弾はいらない。どこだ？6。どこにいる？ああ、間に合わなかったか。しょうがない。ではもう一回ハンドガンに近い、の、あ、まずいの来てる。よし、おいよ、どっこらしょう。あ、っていうか上取ってなかったんだ。ちょっと一回回収しましょう。これまずい。あ、まあ待て待て待って、いろいろ頭がこんがらがってる。この中はまだでしたね。よいしょ、救急スプレー欲しいな。救急スプレーもなんか、救急スプレーとか回復もなんか取りすぎてる感じもするんですけど、あんまり自信がないんですよね。あー、ダメか。ちょっと上がりましょう。そしたらこれで終わりかな。言っても7万いってますね。あー、しまった。抜いてください。よし、どこらしょう。あー、死なない。死んじゃった。死んじゃってないのにこけた。くそ。おいしょ。うわー、捕まった。そういうこと、痛いですよ。ハンドガン入れて、まだ生きてんの。うわー、まずいよ。やっと死んだ。あー、一発で仕留められな
当たってない、よくない。だんだんテンパってきてますね。ちょっと余裕を作ろう。ああくっそ、どけて、ちょっと動きましょう。やつが来ましたね。これじゃない、死んじゃうの。くそ、上手に避けられますね。あ、最初の方の50コンボはな、50連は何だったんだっていうくらい。いける、これ、あ、持たなくていい。持ってた。いや、死んじゃうの。あ、危ない。いける、パンチ。お前もだ。よし。あーダメ、やばい、8万6000か。シュッ、オッケー。ほんと最初が何だったんだよっていうぐらい当たらないですね。これは拾う、ここも拾う。うわー来た、剥がれないよ。嘘でしょ。あーもう出すぎなのよ。ああ、そういえばもう、まあ、毎回ここのコンボボーナス取り忘れますね。よいしょ。よいしょ。うわあマジでこのタイミングでまずいよ、やつが来るよ。マジです。残念。まあ でも行きましたかね SS は。最後もうゴリゴリのゴリさんだったですけど、まあゴリスだからいっか。50連はやっぱ大きかったですね。あれぐらいこう体術決まると気持ちいいですよね。結構いい時間になっちゃいましたね。あのテンポできると楽しいんだけどな。一つ使ってないのといきたいんですけど、ちょっと最後はもういい時間なんでラストでどっち使おうかな。ああこっちのエスカーはあれなんですね、 S 止まりなのか。こっち使ってみましょうかね。よし、じゃあブラックエスカーで行ってみましょう。ただエスカー使うと変に緊張するんですよね。よし、じゃあ行きましょう。本当上手い人はあれなんですよね、何度かプレステ3時代にオンラインで見ましたけど、これ叩かれるとウェスカーのサングラス外れるんですけど、あの最後までサングラスつけたままでプレイされてる方いましたね。すごいなと思って。痛い、飛べよ。ういよ、あ、いた。ダメだな。よいしょ。
エスカーもうまく巻き込めると気持ちいいんですけどね。よし、うい、クリア。まあ、いちいち動きがかっこいいですもんね。うい、どこでしょう。二人とも倒したのか。物を投げるんじゃありませんよ。はい、序盤にでもこの辺りで意外と稼げましたね。まだ品が少ないからでしょうね。今日は本当いつにも増して喉がゴロゴロさんですね。よし、いった。どこでしょう。あ、死なない。ほいよ。残せ。意外とこの辺りでもやっちゃう方がいいのかな。うら、うん、さあ、いけるいける、怒らせ、うん、いいよ。よし、今のとこ繋がってますね。よいしょ。あ、弾がないよ。あ、これは使えないんだ。よし、これでもなんか集中しすぎて喋れませんね。の割には当たってないじゃんっていう話なんですけど。死んじゃった。よし、おい、21コンボ、おい、22、おい、23、24、くす、ダメだ。あー、まずい。こうなるとリカバリー効かないのがちょっと辛いですね。じゃあこの辺りでもう移動しましょうか。まあもうすでにサングラスなんかないですからね。うわ、もうこれも出だすのか。よいしょ、痛い。いけ。手榴弾か。ちょっとまあ適当にこれも置いとくかな。多分あれで間に合うと思うんですけどね、マグナムで。最後とかこれ結構使えるのかな。この感知式爆弾いまいち使えないんですよね、自分で。間に合うか。よし。くそ。あ、やばいやばい。変なのがいる。これは合わして。これは一回上がって、ちょっとマグナム打ちたいですね。回復も欲しい。回復取ったから一旦回復して。待て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 、危ない。シクシュ。
ナイス。オッケー、よいしょ。もうこれ行っちゃった方がいいかな。あー、抜いてください。あっちっけ。あー、間に合わなかった。叩くなよ、それはずるいぞ。あれやられた時一番腹立ちますよね。マグナム弾しまって、ハンドガン、マグナムか。ここで一旦コンボ取りましょうか。縮小振りかぶられるともうちょっと遅い感じですよね。ちょっとマグナム使っていいような気はしますね。そして外す。縮小巻き込めなかった。ほい、ほら、危ない危ない。よいしょ。した。9、10、よし、11。よし、いい感じ。腕か、足だ、足だ、OK。間に合うか。あ、もう間に合ってないな。じゃあもう取りに行きましょう。よいしょ。で、これを取って一周回って閃光をもらうと。で、出て、よし。くっそ、虫は勘弁。よし、うっそ。ちょっと待って、だんだん対応できなくなってきた。うわ、お前もか。ちょっと待ってくれ。マグナム弾まだ余りがあったはず。顔、よいしょ。いやー、もうお前が掴むの。ちょっと飛び降りましょう。で、持ち替えて、救急スプレー通る。これが最後のタイムボーナスか。で、ちょっと うわー、やっちゃったですよね。いや、抜いて。くっそ、うまいこと逃げやがって。よし、倒した。いける。巻き込んだ。うへ、叩かないでください。うわ、燃やさないで。グーまでいるよ。動けねえ。ちょっと待って待って、お前らむちゃくちゃだよ。いける。まだ、もうダメか。ちょっと回復を取って、
と忙しいよ。ちょっとまだ時間がある。叩かないで。これでこうしてこうして、すげえ、ありゃもう一回いける。4、ほらよで、もういっぱい来た、燃やすな、うりゃ、どこしよう、ちょっと出たいんだけど、あっち行ってくれ、うわーやめて、それはやめてくれ、行ってまずいよ、ここまで来て、あー間に合わないか、行って無理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 、死にました、入っちゃダメだった。いや悔しいなこれ。ちょっと泣きの一回でもう一回いきます。うん、でもやっぱりコンボを稼ぐんならやっぱり序盤なのかな。丁寧にこの辺りで、この辺りというかこの後のあのエリアでさっきのクリスみたいな感じでつなげるといいですね。早く、あ終わっちゃったじゃん。まあしょうがないか、丁寧につなごう。じゃあこれは手榴弾、あーダメだなダメだ、ちょっと集中力も結構切れてる感じがしますね。今の結構ダメージでかかったですわ。ちょっとやっぱり頭を整理しよう。マルチタスクになると全然分からなくなりますね。楽しくやってる間は集中してるんですけど、一回切れてしまうと。落としとくか、よし。あんま使ったことないですけどね。よいしょ、じゃあいい感じで溜まってるんで、ほい、そういえばなんかふと思い出しましたけど、これエイムやっぱ自分苦手なんですけど、あの今までやったこの手のシリーズの中であれですね、あの4で、あの Wii 版の4があるんですけど、もう今となってはどうなんだろう、スイッチとかでもできるのかな。あの Wii リモコン使うんですけど、自分はあの任天堂系弱くて、あの DS は持ってるんですけど、 3DS か、あのモンハンをやりたくて、その昔ですね、あの トライかな、そう、あのただのトライですよ、あのトライ G ではなくて、あれをやるために買ったんですけど、こうせっかくだからと思ってバイオの4を買ったんですけど、あのウィリムコンがめちゃくちゃ使いやすくてですね、あれ面白かったですね。あのちょっともともとが甘かったのもあると思うんですけど、あのエイムアシストみたいなのが結構入るんですよね。でコントローラーと違ってやっぱくねくね動かさずに
その当てていく感じなんでですね。あーダメだ。こう面白いようにこう狙った場所に当たるというか、こう今みたいにこううろうろしないというかですね、ものすごい使いやすかったですね。プレステ3版の方はか2だっけ、あのかなり苦労して あのマーセやった覚えがあるんですけど、 Wii のちょっと捨てよ、この余裕のかまし方、Wii の方のマーセはやってて本当スムーズでめちゃくちゃ面白かったですね。まあ、一応まだ持ってはいるんですけど、もうずっと眠ったまんまですね、戸棚に入れたまんま Wii は置いてありますけど、楽しかったですね。トライも面白かったですけどね、自分あのなんていうんですか、あのモンハンとかも結構やってたんで、よいしょ、これで全部取っちゃったのかな。じゃあもうせっかくコンボも結構切れちゃってるんで、一回使いましょうかね。ここはもうさっさと取っちゃおう、逃げるのが大変で、出る出る、よし、よいしょ、3、4、叩かないで、5、すごいつなげられるわけじゃないですけど、いい感じ、どっこらしょう、今いい感じでスパッと当たってますね。よしよし、いい感じ、10、どっこらしょう、あーなんで持つのよ、あー間に合ったらしい、13、これはこれでありな気がするな、2発当てて、意外と来るのね、どけ、これをでも殺せるでしょ、ほら、危なかった、20コンボ、いやてか今気づいたんですけど全然取ってないですね、点は逃げてたからか、よし22、待てやばいやつがいる、こっちか、ちょっと諦めよう、そう死ね、いける、よし5、これ嫌だな、また切れちゃうよ、うへ痛い、ほい、あ先行見っけ、どうだったっけ、この中取ってなくないです、時間は割とあると思うんですけど、あとこれだね、ちょっともう取ってみるか、これ
結局やっぱりこれあんま使わないですね、うん、なんかところどころで爆発してくれてるんでいいでしょう。よいしょ、6、7、あ、8だ。よし、いけるいける。よし、11、12と、13、うへ、死にな。うわ、また捕まえられるの。このたんびに切れるんだよ。拾わなくていい。あー、もったいないよー。解いて、ちくしょう。うまくはまらないもんだな。あっち行ったりこっち行ったりする。よし、あれは普通の手榴弾か。どうしましょうかね。あ、ここはもう取ってんだ。あとはじゃあもうないのか。うわ、もう出た。なんかまずいやつ来てない？しかも痛い。ありがとう。よし、違ったか。しよ、いけるいける。4、マグナムか。うへ、ちょっと待てよ、どこだっけ。こうか。チクシュ強い。今度はこれが出たか。しょうがないな。先行手榴弾もうちょっと出てくれてもいいのにな。うわ、また出た。勘弁して。いや、お前はもっと嫌。離して。 置きます。でマグナム持ち替えて、いて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 、動き止まってないか。いいでしょう。ちょっと回復取って、意外と伸ばせないな。うわ、ま、狭い方がいいのか広い方がいいのかがよく分かんないですね、自分でも。よし、で取って取って取って、ああ、痛い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 、俺も痛い。そして切れちゃった。まずいじゃないこれ。まだあるある。ちょっと待ってよ。いって、よいしょ、ギリギリまで粘るぞ。慌てすぎ。そして危ない。
9。燃えた。こう。ああ。76000。いやーでも全然ですね。やっぱ集団で囲まれた時の対処方法が、囲まれないように立ち回らないといけないんでしょうね。まあちょっと1時間オーバーしちゃったんでここまでにしましょう。長い時間すいませんでした。いやまあでも久しぶりにこう体術でガシガシやって楽しかったですね。点を稼ぐのはやっぱりこうバランス大事なんでしょうね。あのどんどんコンボを切らさないようにつなぐためにある程度の範囲攻撃とか体術なしで効果力出して、であのつなげるときはもう本当体術でタイム稼ぎながらっていうのもいいんでしょうけど、さすがにこれで余らせるとこまでやれるのってすごいなと思いますよね。時間が何度か、まああのあれだとちょっと違うのかな、あのデュオでやるとちょっと違うのかもしれませんけど、本当すごい上手い人とやったときに何回か時間が余って、だいたい鶏が倒せてないんですけど、全部倒しきったら終わりなんで、まあみんなで探すみたいな、みんなというか2人なんですけど、2人で探し回るっていうのをやってましたけど、まあなかなかというより、またウエスカーダッシュが使えなかった、使いどころもよく分かってないんですけど、はい、まあまたやっていこうかなと思います。で、次回は一応ガトリングクリスの最後ですね、監獄やって、まあ、そこでひとまず一旦置こうかなとは思っています。で、まあ、ちょっと裏でまあ、オンラインの状況を見ながらとかで、まあ、ライブでやってみて、もし参加される方がいればとかっていうのでもいいですし、ちょっとさすがに許可取るのがちょっと難しいかなと思うんでですね、勝手に映すのもどうなんかなと思うんでですね、まあライブでやってて誰か来られるようでしたらフレンド申請していただいてっていう感じの方がいいのかなとは思っています。まあ、なので一応次回が基本的にまあ普通に録画してやるのは最後にしようかなと思っています。はい、まあなかなか難しいですねやっぱり。まあでもそれぐらいなので何回も楽しめるんでしょうね私なんかは。はい、ではまたよかったら遊びに来てみてください。はい、では今日はこの辺りで失礼します。ありがとうございました。